どうも、チャックバスです。今私はインチョン国際空港にいて、これからね、ANA ラインに乗って、北京の方にね向かいます。それでね、今、乗り継ぎで来たんですけども、もうね制限エリア内にいて、これからね、ちょっとラウンジに行けたら行って、搭乗していこうかなっていう感じです。今回は、ビジネスクラスでね、北京の方向かいますんで、こちら初めてね乗りますんで、こちらも楽しみにしていきたいと思います。それでは行きます。それではね、ゲートの前に着きました。一応ね、乗る前にゲートだけ確認してきたんですけども、ここの空港はあれですね、ちょこちょこ日本語表記があるんで、そんなに分かんないってことはなさそうですね。でもね、空港自体はとても広いんでね、時間に余裕を持って移動されることをお勧めします。それではね、ちょっとラウンジの方に行きたいと思います。今ね、ゲートの前に来たら、もうまだ搭乗時間じゃないので、搭乗開始してたので搭乗していきたいと思います。それでは行きます。はい、それではね、無事搭乗することができました。今回は A321-200、 見えてますか。今回はチャイナエアラインのビジネスクラスということで、チャイナエアラインですね、エアーチャイナですね。ビジネスクラスは222となっております。これはね、もっと狭いかと思ってたんですけども、結構広いですね。足元もね、こんな感じとなっていて、広さも結構広いですよね。アシアナ航空のビジネスクラスより、広いですね、先日乗った。でスリッパはね、ちょっと袋に入ってる状態でお見せしたかったんですけども、知恵の方がね、あの袋を開けて出してくれるということで、有無を言わさず袋を開けていただいちゃいました。こんな感じでスリッパもいただけます。それ以外にね、こちらお水がもう座席に配備されております。で、搭乗すると同時にね、お腹は空いてますかみたいな、寝てても起こして食べますかみたいな質問されます。でね、今回はこの飛行機はね、ほぼ満席だと思いますね。ビジネスクラスも満席っぽいですね。私は 4L という座席で、こんな感じで外の景色も楽しめます。離陸までね、もうしばらくかかると思いますので待ちたいと思います。いやー、いいですね。ちょっと機内食いただく予定なんですけども、それまでにお腹が空けばいいんですけど、結構お腹が、ね、満たされてる状態なんで、食べ残すの嫌いなんで気合で全部食べますけど、機内食もねちょっと楽しみなんで、それも楽しんでいきたいと思います。特にねアメニティの配布はないですね。こちらが毛布と枕となっています。もしかしたら、ターキッシュエアラインみたいにね、後から、配布される可能性もゼロではないと思うんですけども、ちょっとそこら辺は分かんないですね。ウェルカムドリンクとウェルカムスナック、多分スナック菓子だと思うんですけど、いただきました。それではね、まもなく離陸となります。全然気づかなかったんですよね。モニターないですね。こんなに気づかないものかっていう感じぐらいで、自分で気づいてなくて、気づいたらモニターないと。機材モニターないんですね。いや、これは驚き。そんなになんか1時間ちょっとぐらいのフライトなんで、全然構わないんですけど、ちょっと驚きでしたね。しょうがないですね。我慢して、Amazon プライムビデオでも見たいと思います。
着陸して30分ぐらいでサービスが始まりましたね。それではいただきます。ではいただきます。お水いただきます。
ロードはですね、こんな感じにフットレストが出るようになってます。まあこれはどうでしょう、あってもなくても私はいいかなっていう感じなんですけど、まあ、ちょっとねゆったりできるっていう感じですかね。こんな感じになっています。でね、イヤホンのチャンネルとイヤホンのチャック設備はねこんな感じとなっております。中国の街が見えてきましたね。ここは一体どこら辺なんでしょうね。全然わかんないですけども、だいぶ地上が近くなってきた感じです。それでは無事着陸することができました。北京国際空港に到着です。思った以上に周りは何もなさそうですね。普通に森みたいに見えましたね。全体机组成员再次感谢您选乘星空联盟成员中国国际航空公司的航班。それでは飛行機は止まるまで、しばらく待ちたいと思います。您共同度过了一段愉快的旅程。いや、夕暮れが綺麗ですね。期待与您再次相会。再见。Ladies and gentlemen, we have just landed. To ensure your and other passengers' safety, kindly remain seated with your seatbelt fastened and luggage stowed until the seatbelt sign goes off. It's been our pleasure to serve you on this flight.Thank you for flying with Air China, a Star Alliance member. We look forward to seeing you again soon. Have a pleasant day.飛んできますね。ちょっと
とガラスにすりガラスみたいな入ってて見えてますでしょうか。では到着でーす。それではね、北京国際空港に着きました。今回は、チャイナエアのビジネスクラスで、韓国のインチョンからね中国の北京まで来ました。正直ね、なんか機内食が微妙みたいな話も聞いてたんですけども、全然美味しくいただけましたし、対応もとても良かったですし、まあモニターはなかったですけどね、そんなにねこれといって不自由はしなかったですね。私としてはとても満足なフライトとなりました。今回はねここで一回動画切らしてもらって、またねこの北京から、シンガポールの方に乗り継ぎます。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。